テレビ番組から映画化され、全国各地で上映されているサンマデモクラシーが今度は本になりました。アメリカ統治下にあった沖縄で奮闘してきたウチナーンチュの歩みは、今の沖縄を知り、これからの沖縄を作っていく示唆に富んでいます。永田記者のリポートです。那覇市のジュンク堂書店では、本土復帰50年を記念して沖縄をテーマにした本を多く陳列しています。その中でレジ横の一等地に並ぶのがサンマデモクラシーです。映画がね、もう非常に面白かったので、おそらく映画見られた方はまた本も見たいんじゃないか。ぜひ、この機会にですね、サンマデモクラシーの書籍を、楽しんでもらいたいなという思いでいっぱいです。沖縄テレビが制作したサンマデモクラシーは去年映画化され、全国の映画館で上映されています。サンマの関税をめぐって魚屋のおばあが起こした裁判が民主主義をかけた戦いに、知られざる沖縄の近現代史をコミカルに掘り起こしていった作品に感銘を受けたのが、東京にある出版社の島村雅里さんです。東京の方で、サンマデモクラシーの映画を見ましてですね、これは絶対本にして、復帰返還50周年に向けて作ったらいろんな人に読んでいただけるんじゃないかなと。自分と同じ本土の人たちにもこの事実を伝えたい。島村さんの情熱がなければ書籍化は実現しませんでした。本土の人たちっていうのは沖縄戦とかは平和学習とかでやっぱり話は聞くんですけど、やっぱり終戦から1972年までの話っていうのがなかなかやっぱり知らなかったところだと思うんですよ。声を上げていてどんどん変えていった、その力強さみたいなものに、なんかとても今の時代声に上げにくいところもあると思うんですけど、そこはとても響くところだと思います。映画で監督を務めた沖縄テレビの山里孫有プロデューサーは、本にする意義はどこにあったと考えているのでしょうか。ある意味、まあ決定版というか、テレビにも映画にもそうやってステップ踏んできたんだけど、映画っていうこの流れの中では残念ながら落とさざるを得なかったようなエピソードとか、自分としてもやってきたことを全部形に残せるっていうのがすごくいい体験だったなと思います。沖縄の本土復帰50年の節目だからこそ、権利を求め声を上げたウチナーンチュの戦後の歩みを知ることが、これからの沖縄を作っていくことにもつながると話します。これ読んでもらえると、なんかすごく沖縄のこの近現代史っていうか、だから今の沖縄の状況っていうのもすごく腑に落ちるところがいっぱいあると思うんですよね。ああだからかっていう、それはぜひいろんな人に読んでほしいなと思いますね。サンマデモクラシーは県内の書店を中心に全国で順次販売されます。今月15日で復帰から50年、終戦から復帰に至るまでの沖縄でどんな歩みがあったのか、本を通して当時に思いを巡らすきっかけにしてほしいですね。まあ、なかなか復帰については学校でも学ぶ機会というのは少ないですので、こうやって気軽に本や映画でこう当時に思いを巡らせることができるというのはいいですよね。そうですね。映画も来月まで沖縄市のミュージックタウン音市場で上映されているほか、桜坂劇場では来週14日から1週間、復帰50年記念の特別再上映が予定されています。